では次行きたいと思います。さあ、今ホーム津軽二俣駅に出ました。これからじゃあ新幹線に移りたいと思います。今日はこれから新幹線乗るんで、じゃあ失礼します。じゃあ、はい、では、津軽二俣駅から奥津軽新幹線の奥津軽今別駅にホームに移りたいと思います。エレベーターでじゃあ行きましょうか。これがエレベーターの部分です。こんな感じです。奥津軽今別駅ですよ。こんな感じですね、階段があって。改札口方面です。乗り口と反対側のドアが開きます。はい、奥津軽新幹線改札ですね。ではこの上からちょっと景色見ましょうね。あー、綺麗ですね。いいとこ。じゃあちょっと一旦ね、奥津軽今別の入り口から新幹線改札口まで階段に乗ると115段あるそうですね。115段ですか。日本一の大駅のドア駅は467段ですけど、115段っていうのもすごいですね。では失礼します。ここが新幹線の改札口です。いやー、いいとこですよね。落ち着いてて、で、はい、これがすごいですね。じゃあ再開します。こんな感じですよ。で、再び入っていきましょう。ご注意ください。
これがどうですかね、静かですよね。コロナウイルスの影響ですかね。ちょっと時間調整も兼ねて、まあこう東京ここは11番線ですね。あ、11より9になった。こんな感じの駅です。では一旦切ります。はい、今これが新幹線の改札口です。奥津尾が今別駅ですね。こっちが青森東京方面です。じゃあ久しぶり東京駅方面でお見せしましょうか。もう来たことない人ばっかりなんでね、ですよね。来たことない人も結構多いと思うので、じゃあね、まあお靴がら今別駅ですか。これ見て来たいって思う人がいればまたいいですよね。それはそれで、まあ来れなくてもこう、あ、こんな感じなんだなみたいな分かれば、これはまた OK だけど、山と山に、あ、山の合間、山の谷間みたいな駅ですね。だけどこんな感じで、これが東京方面行きです。これが東京駅方面で誰も人いませんよね。これじゃね、これでいいんですかね、新幹線の駅が。私はあんま良くないと思うんですけどね。トイレもないんですね。誰もいない新幹線駅って逆に怖いっすよね。不気味というか、でも綺麗な駅なんですけど、もったいないですよね、これね。本当にもったいないですよね、この駅ね。こんな駅の外がこんな駅でこんなんです、右側も山で左も山で、もう新幹線の道路を挟んで、あ、道路じゃなくて線路を挟んですぐはもう山なんですよね。木が生い茂っているんですよね。道も何にもなくて、民家がなんせないんですからね。民家のない山って感じで、いい山があって、ここに新幹線の駅っていうのもちょっとなんか、まあこれからもね、開拓が広がっていくんでしょうけど、今の段階ではちょっとあのね、まあコロナウイルスの影響もありますけどね、こんな感じです。東京駅の東京入りの駅のホームです。ここから函館から東京の東京や大宮とか宇都宮とか仙台の行くんですよね。もう私はね、帰りはちょっと交通費を引き切ってバスなんですけど、ちょっとね、北海道とか行くのでちょっと火を使い、ちょっと使っちゃってね、やっぱり節約のためにバスを使おうかと思ってね、バスなんですけど、まあ電車でもいいんですけどね、まあちょっと節約したくてね。まあこれから小幡駅に行くんですけど、まあね、結構あの飛行機探検家の人も結構来てますからね、僕もちょっと見てみようかなと思って。ここが東京方面行きの最後尾で、北海道寄りの最後尾、最前列です。では一旦失礼します。